比較の単元、これで最後の動画です。ここまでは大きく二つ、比較の表現として二つ勉強してきました。まず最初にやったのが、何々より高いとか大きいとか、そういうやつでね、比較級っていうのを作ったと思います。ER、MOA を使いました。そして二つ目にやったのが、一番っていうやつでね、この時は EST とかモストをつけて、一番大きい、一番高い、一番低い、まあそういう文を作ったわけです。 でも、いつもじゃなんかものを比べた時にさ、どっちが大きいとかさ、一番やって言えるそんなことないよね。一緒ぐらいっていう時もあるやん。一緒ぐらい大きいとか、一緒ぐらい高いとかさ。なので、今回この最後の動画では、同じくらいです。これを表す方法を勉強していきたいなと思うんです。えー、早速やってみましょう。この文でやってみたいと思います。一ー runs, runs fast。 一郎は早く走りますと。まあただし、そうやね。この人、二郎さんにしょうか。一郎さんと二郎さん、同じくらい早く走ります。やったら、どうしたらいいでしょう。ちょっと日本語を書いてみるね。さっき一郎は、二郎と同じくらい早く、早く走りますと。 こういう分野やったら英語にするときどうしたらいいでしょうか同じくらいという形やね同じくらいという形この表現ときは今まではファーストはファスター、ファステスト比較級最上級と変わっていましたんやけど同じくらいなので形が変わらないんですこういうふうに様子を表す単語形が変わらない状態のものそのまんまの形のことを 言及と言います。動詞でも動詞の原形そのままの形のことを原形って言ったよね。それと同じでそのままの形は原型です。ただし、これで同じくらいっていうのを表現しないといけないので、この fast、原型を as という単語で挟んでください。つまり as、fast as このよういう形を作ってあげれば同じくらいなんとかだっていう表現になるんです。早速やってみましょう。一郎は二郎と同じくらい速く走ります。最初の部分は変わらないよね。一郎、runs です。一郎は走りますと。ただ、二郎と同じくらいなんですと言いたいので、今言った as fast as を使ってあげる。 アズとアズの間にファストを挟みます。そして、この後ろのアズがあるよね。後ろのアズの後に比べているものを持ってきてください。今、二郎さんと比べているので、一郎 runs as fast as 二郎。こうなるよね。これでもう完成です。一郎は二郎と同じくらい速く走りますよと。 そんなに難しくないよね。同じくらいってというときはそのまんまの形をあずあずで挟んであげてください。もう一つ例をやってみましょう。ちょっと今回は長い単語です。英語は数学と同じくらい難しい。まあこれ人によって意見が分かれそうやけど同じくらいいいと言っているのでさっきも話したあずあずの形が使えそうです。そしてこのあずあずの間に何を挟むかっていうと 難しいやね。難しいは、単語も難しい、スペルも難しいやけど、difficult これを挟んであげたらいい。つまり、as difficult as という形を作ってあげたらいいやね。早速文にしてみましょう。英語は数学と同じくらい難しいです。まず、英語は難しいやったら、B 動詞使ったらいいので、English is difficult これで OK やね。ただし、 同じくらいと言っているので、最初の部分、ここは変わりません。English is は変わらずに Difficult の前と後ろを a s a s ばさみしてあげましょう。a s d i f f i c u l t difficult, as これね、English is as difficult as 数学とはね、この後ろの a s の後に比べているものを持ってきてください。 数学を持ってくればいいので、As Math これで英語は数学と同じくらい難しいっていう意味になります。English is as difficult as math こうなりますよと大丈夫かな同じくらいという表現をやりましたそんなに難しくはなかったんじゃないかなと思います。あずあずで挟めばいいんやねただしこれちょっと気をつけないといけないところがあるんです これの否定文なよね。とりあえず否定文を作ってみましょう。English is as difficult as math. これの否定文をどうしたらいいかっていうと、そんな難しく考えることはないです。B e 動詞の文なので、普通に not を入れたら否定文になるよね。つまり、English is not as difficult.Difficult. <As> must. これで否定文自体は作ることができます。English is not, isn't as difficult as math. それじゃ、これはどういう意味になるやろそのまんまの意味ちゃうんでうんいけど、英語は数学と同じくらい難しくなくない難しくないちょっと難しいね、言うてることが。 そしてこの文章の意味は英語と数学の難しさが一緒どういうふうに訳したらいいかというとこの as「as-as の否定の形つまり「の o t a ず a ず」の時にはこの後ろに来ているものこれほど「なんとか」ではないと訳してください。 つまり、English is not as difficult as math のときは、どうなるかというと、英語は数学ほど難しくない。こういう役になるんやね。英語は数学ほど難しくありませんという意味になります。何々ほど何々ではないと。で、大事なのは、 英語は数学ほど難しくないってどっちが難しい日本語難しいね。数学やね。英語は数学ほどは難しくないよって言ってるってことは、数学の方が難しいわけです。なので、このままの意味で取っちゃうと、同じくらいの難しさじゃないんや。もしかしたら英語の方が難しいんちゃうかなと思うかもしれんけど、こういうふうに、ノットアズアズにした場合は、 こっちらの方が難しいっていう意味がはっきりします。英語は数学ほど難しくはない。そういう意味になるんです。難しいね難しいと思うのでえ、何 not as as の時はなんとかほどなんとかではないと、こういう風に訳せるように、まずは身につけてみてください。だんだんこの意味は慣れてくると思います。なので、こっちらも慣れるためにやっておきましょう。 一路 runs as fast as zero これを否定文にまずはしてみたいなと思います注意してほしいのは一路 runs not as fast as とか線でよこれ run っていうのは一般動詞の文なので否定するときは do not don't そして三単元の s ついているから does not doesn't does こ o r n e r ね一 does not <Wrong. S 2> こっちの S は取れるんやね。as fast as z e r こうなるよね。大丈夫否定文作れましたかえ、そしてこれの意味はどうなるかというと、一郎と二郎の速さは同じじゃないっていうだけじゃなくて、一郎は二郎ほど速くは走れませんと。 早くは、早く走りませんね。こういう意味になるんです。つまり、一路は二路ほど早く走りませんってことは、二路の方が早いんやね。まあそういうことも言うている分になりますよと。オッケーですかあずあず、何々と同じくらいという表現やねんけど、これの否定分の時 not as as の時は何、何々ほど何々ではないと。 こういう約をするようにしてください。